こんばんは、ジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。この動画を見るとあなたも必ずモテるようになりますので、今日の動画も楽しみにしていてください。はい、では今日はですね、イケメンじゃなくてもモテる男性の3つの共通点という話をさせていただきたいと思います。で、本当に顔は関係ないよって私よく言ってるんですけど、本当モテる人ってたくさんいるの で、顔に自信がなくてもモテる男性のには共通点があります。その3つ今日はお話をさせていただきたいなと思います。では一体どういう共通点があるのかというと、まず1つ目はですね、女性目線に立っているっていうことです。よく私は相手目線っていうお話をさせていただいているんですけれども、女性がどう思うかっていう相手の目線で物事を考えられる人っていうのはやっぱりモテるようになるんですね。それって結構想像力にもつながるんですけれども、こう相手の女性、例えば相手の女性が旅行に行ってきたって言ったとしたら、あ、旅行に行ってきたらこんな風な楽しみ方をしたのかなとか、相手の立場だったらどんなこと聞いてくれたら嬉しいかなとか、そういう想像力を働かせて、相手の女性が、自分が相手の女性だったとしたら何を言ってくれたら嬉しいかなとか、そういうのを想像してね、考える力っていうのがすごく必要になってきます。ただ、ね、例えば自分がね、慰め、泣き言とか言ってもらったら嬉しいから、相手の女性に泣き言を言っちゃうと、これはダメよ。これは逆に嫌われちゃうからね。じゃなくて、ポジティブのことです。ポジティブなことで、相手が何を言ってくれたら嬉しいかなっていうふうに思って、想像して、相手の立場になって、相手に何を伝えてあげたらいいかなっていうのを考えることができる人っていうのはモテるようになります。ネガティブなことをね、やっちゃったり言っちゃったりとかすると、逆に気持ち悪とか思われちゃうので、嫌われてしまいますので、NG ですよ。これ気をつけてくださいね。はい。そして、二つ目はさっきも言ったように、ポジティブなことです。ポジティブ。やっぱりね、こう、ネガティブな人と一緒にいると、エネルギー吸い取られるんですよね。やっぱり悪口とか言われると、脳みそとかって、脳みそさんっていうのは主語を認識しないんですね。だから相手の人が誰かの文句言ってたりとか、ネガティブなことを言ってたりとか、疲れたとか嫌だとか、そういうことばっかり言ってたりすると、自分のことを言われてるような気になっちゃうんですよ。脳みそっていうのは主語を認識しないから。だからネガティブな人といるとすごく疲れるんですね。なので、あなたがネガティブになってしまう、相手の女性はあなたといるとなんかすごくモチベーション下がるし、疲れるし、嫌な気持ちになるなっていう風に思ってしまうんですよ。なので、ネガティブではなくてポジティブな人はどんなね、身なりであったとしてもモテますので、ぜひね、そこも頭に入れておいてください。そして3つ目、言い切るです。言い切るっていうのは、まあ喋り方だったりもするんですけれども、例えば私がね、ここで YouTube でもぞもぞもぞね、今日のなんとかはなんとかでなんとかですとかって言って、もぞもぞ喋ってたらはっきり喋ろよって思いませんか？こんな感じで相手の女性もなんか声が小さすぎてボソ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 喋ってると、えってなるわけですよ。で、えってなって聞き返すことにすごく疲れてしまうんですよね。で、脳みそさんは、あなたが嫌なわけじゃなかったとしても、なんかあなたと一緒にいるとすごい疲れるなっていう風に認識をしてしまうんですね。だから、はっきり物事を喋る、まあ、言い切る、こうだよねっていう風に結構語尾を強めに言うと、これポイントとしていいと思います。え、なんとかなんだよねっていうね、ねとか、面白かったんだよねとか、あ、それわかるとかね。なんかそういう語尾をちょっと強めに言うだけで、結構ちゃんとはっきり物を喋る人なんだなっていう風に思っていただけますので、語尾を強くするっていう風に思った方がいいかもしれないです。だから声が小さくてね、自信がない人ってどうしても声が小さくなっちゃうんですよね。自信満々で声がめちゃめちゃちっちゃい人ってあんまりいないと思うんですよ。で、そうかもしれないけど、ポソポソ喋るのって自信のなさも現れだったりとかするんですね。で、女性は自信がない男性に対して魅力っていうのを残念ながら感じないんですよ。だからなんか自分はこう物事をはっきり言い切る、で、ちょっと喋るの苦手だなとか、自分に自信がないなって思う方は、自信がないのが悪いわけではないので、ちょっと語尾を強めてみる。だからといきなり、ね、飛びて、そうなんですよねとか言っちゃダメですよ。なくて、そうなんですよねとかね、
ちょっと、ねって言うといいかもしれない。あ、そうですよねみたいな感じ。ねって言うとちょっと強くなるからね、ねっていうのがいいかもしれないです。それだけでちょっと自信があるように見えてきて、女性からすると安心っていう風に思ってもらえますので、ちょっとね小ネタですけどもやってみてください。はい、ではおさらいしますね。まず1つ目、女性目線、相手目線に立つこと。そして2つ目はポジティブでいること。そして3つ目、はっきり喋る、言い切るっていうことですね。この3つをしっかり覚えていただければ、あなたも必ずどんな身なりであったって、素敵に、素敵な女性にモテるようになりますので、頭に入れといてください。はい、ではですね、このイケメンはモテないっていう風にね、ジュリさんはたまに言うけど、本当かよっていう風にね、思う方、ね、イケメンってモテるじゃないかよっていう風に思う方、いらっしゃると思います。でもね、もちろんイケメンが好きな女性っていうのも一定数いることは確かなんですよね。イケメンが絶対にモテないっていうわけではないんですけど、でもイケメンであったとしてもモテ行動ができなければモテないんですよ。イケメンでモテ行動ができるんだったらやっぱりモテます。だけどイケメンでモテ行動ができないのであれば、逆にイケメンのくせにとかっていう悪口をね言われてしまう可能性もあるくらい、そのイケメンがゆえにそれがマイナスになるっていうことも多々あるわけですよね。で、多くのイケメンはイケメン行動、イケモテ行動ができていない人がすごく多いんですよ。で、女性は行動の方で愛の形を測ったりとか、行動で愛を感じたりとか、愛を感じる人に対して好意を持ったりとかするんですよね。なので本当にイケメンがモテない理由ね、本当かよって思う人もいるかと思いますし、あなたもイケメンだと思うけど、でも顔気にする必要ないよっていうことをね、今日はしっかり頭にインストールしていただければなと思います。はい、ではイケメンがモテない理由を解説していこうと思います。まずイケメンがモテない理由一つ目はですね、努力してないんですよね。結局イケメンっていうのは若い頃はモテるんですよ。若い頃って顔がかっこいいだけ、顔が可愛いだけとかね、なんか生徒会長とかね、女性だったら学級委員長とか、そういう子がモテたりしてたと思うんですけど、でも大人になってくると生活を共にするとか、二人きりの時間を長く過ごすっていう二人の時間がこう出てくるわけですよね。子供の頃の恋愛ってね、小学校の時に二人でお泊まりとかはしないじゃないですか。で、二人で生活もしないですよね。だからその長く一緒に生活をすると思ったら、その努力をしてモテようとして女性の気持ちをちゃんと理解しようとしてくれる人の方が女性的にはいいなって思うようになってくるんですよ。努力しないでモテちゃったイケメンくんっていうのは、女性の心なんて理解しなくても、女性のために頑張んなくても何もしなくてもモテちゃってたから、それが大人になってからもうまくいくであろうっていう風に思っちゃう。で、それを見た女性たちは、あの人イケメンのくせにこんなこともわかんないみたいな風にね、女性のこういう気持ちがわかんないみたいな風に思われてしまうんですよね。だから努力をしていない人が多いから、だからイケメンだとモテないっていう理由になります。はい、そして2つ目はですね、過去の栄光を引きずっている。要は自分はモテないかもしれないとか、もっとモテたいって思っている方って、もちろん動画見てくださってると思うし、そしてあのいろんなことを学んだりとかしてるから動画見てくださってると思うんですよね。でもイケメンくんでモテてきちゃった人っていうのは、自分が過去モテてたっていうことを引きずって、もうモテなくなってきているのにもかかわらず、学ぼうとしようとしたり、モテようとしようとしたりしないんですよ。だからどんどん年だけ取っていくっていう、モテないまんま年を取っていくっていう悲しい結果になるんですよね。それよりは女性にモテたいと思って学んでる人の方が絶対モテるんですよ。なのでぜひね、そのね、あなたの学びっていうのはやめないでいただければと思います。はい、そして3つ目はですね、女性を知ろうとしないということですね。この動画を
見ている時点であなたは女性の考えっていうのを知りたいなって思ってるからこそ見てくださってると思います。だけどイケメンくんっていうのは女性の心なんて知ろうとしなくてもモテてきちゃったから結局そのまま行こうとする人が多いんですよ。だって知ろうとするって思った時に時間も労力もかかるじゃないですか。だけどそれをやっていると過去の栄光にすがっているのと同じでモテないまんまなんですよね。むしろあの人顔かっこいいけど中身すっかすかだよねみたいに言われてしまうことの方が多い。だからこそ顔マジでね気にしないでください。もし自分が気にしているのであればね、私からすれば絶対イケメンだと思うと思うんですけど、でも本人が自分のことをどう思ってるかってすごく大事だと思うんですよ。だからイケメンじゃないからモテないんだっていう法則はなしにしてねっていうこと。あなたは絶対にこの動画見ている時点で努力もしているし、そして女性を知ろうともやってると思うんですよね。そんなあなたはモテる要素が絶対に絶対に絶対にありますから。だからぜひね、顔には自信ないかもしれないけど、でも女性を知ろうと思ってモテようと思って頑張ってるんだっていうことを自分で自分を認めるっていうことをぜひしていただければと思います。私は分かってますよ、あなたの努力をね。はい、なのでぜひね諦めずにやっていただければと思います。で、美人は3日で飽きると言われているようにイケメンだって3日で飽きます。結局はね中身なんですよね。で、最初は見た目の雰囲気だったりとかそういう入り口はもちろん大切だけれども、その後続けられるのは中身の方になってくると思いますので、まずは見た目だけど最終的に大事なのは、ね、あなたの素敵な純粋な誰かを好きになりたいと思う気持ちだったりしますので、ぜひねその気持ちを大切にしていただければなと思います。ではおさらいしますね。イケメンはモテない理由を解説します。まず一つ目は努力してないから、そして二つ目は過去の栄光を引きずってるから、そして三つ目は女性を知ろうとしていないから。その逆をやればモテるようになりますので、ぜひねあなたもこのまま続けていただければなと思います。はい、ではですね、概要欄から LINE の友達とメッセンジャーの友達、そして無料のオンラインサロンクラブハウスの友達を募集してます。たまに私の方からゲリラライブをやりますので、そちらのご案内だったりとか質問の方をいただければ、たまにライブ配信で答えられたりするかなと思いますので、ぜひぜひお友達になってください。はい、では今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。また明日。